1930年に旧生産学校等学校で発生した同盟休校学校騒動は学校において発生する騒動、紛争。学校紛争とも言う。学校騒動は様々な原因で発生し、その目的、要求内容も様々であり、典型的な例は存在しない。教育方法、管理教育方針、設備授業料等の教育環境、教員人事、 学生の処分などへの学生生徒児童の不満。学生生徒が学生自治を求めたり政治問題への意識、管理者と教職員の紛争、教職員内の紛争などから発生した。大まかに学校側管理者、教職員内部の騒動、学校と外部との騒動、学校側管理者、教職員と学生生徒児童との騒動、学生生徒児童間の騒動、 紛争に分けられる。手段も様々であり同盟休校が取られたことが多い。学生運動に接続することも多かった。戦前に使われたことが多い用語で、戦後の学園紛争に近い。祭り感覚で行われたり参加したことも多かった。高野洋太郎は、戦前の日本人が、必ずしも集団主義的ではなく、個人主義的面も多くあった例として、学校紛争を挙げている。 学校騒動の発端は複合する場合も多く、要求内容が複数あるのが多かった。以下の分類の大部分は、伊藤昭弘、戦艦期日本の高等教育、第五小学校騒動によった、学生自治組織、弁論、新聞、文芸への干渉への反発、社会科学研究の自由の要求、公友会、学友会、学生寮、応援団、運動部制度、 選手制度などへの自治、改革要求。など、学校生活全般への管理、統制への反発。また、学生の処分への反発で、酒への処分、不穏等記事、異性問題、カンニング、暴力事件などの処分へ反発した。教育と環境への不満。教授人、カリキュラム、教育方法、施設、設備の不備。 卒業資格問題、実態に反した古代宣伝、万年ノート、出席制度、資格指定校認定を求めて、試験の難解さ、伝染病のため試験延期、教員と生徒との習慣係、自項の大学昇格、また、学校経営者の営利主義への反発で、授業料値上げ、寄付金、各種手数料、収賄による、進級、教員による、病院経営に没頭、 などの原因がある。経営の主導権をめぐる管理者層の内紛、学罰に基づく教員層の内部対立、管理者に不満を持つ教員層の反抗。また、教員の人事異動や処分への反発で学生が不満を持ち撤回を求めたりや、留任運動を起こした。軍事教練への反対、抗議運動、滝川事件への抗議、学内への警察権侵入への抗議。 などがある。東京交渉と文部省の対立、経営母体と大学の対立、などの決着を求めて、総計戦入場権の配分、野球部内の紛争の解決手順は、総動ごとに差異があり典型は存在せず、一概には言えない。以下、伊藤がまとめた代表的な一例を述べる。一部の学生の不満から全校による、学生大会を開催し、要求事項の提出。 代表者による学校当局との交渉するが多くは決裂し、同盟休校に突入。学生寮や校舎に選挙、牢上する。あるいは校外に本部を設ける。昭和期には、組織が細かく文化し1932年、拓殖大では、各クラスより実行委員を上げ会計、警備、炊事、交渉、衛生の各係を定め、1932年、 高松交渉では、老城組は、党政部、府警部、新聞係、衛生係、会計係等の部署を定め、ている。騒動では、学校側と共に宣伝合戦を繰り広げた。劇文も飛び交った。大規模校では、管理者、卒業生、父母、教員、学生らの間の複雑な合唱連行が見られた。対して、学校側では、 臨時休校の措置を取り、首謀者の処分を取るが収束しない場合が多く、調停者が出てくる。卒業生の著名人、有力者や地方の名士ら、果ては、文部省が仲介に当たった。長期化した場合には、学生の中から収束を望む意向が強く顕在化したことも多かった。事件後は、首謀者らは処分される可能性が高かった。また、太宰治むの、 学生群では手順は授業を拒否し、クラス会を決行し、生徒大会実行委員を2名ずつ選挙。実行委員30名、球長30名、各部活動1名ずつで準備会を開く。生徒大会で決議文を作成し10人が交渉委員となり相手方に主行、決裂し、休校が始まった。実行委員会を設け綿密に打ち合わせる。 クラス会での意見を本部に報告したり本部から指令が来た。教師もハンストライキ派の学生生徒を使い切り崩しを試みたり妨害したりした。明治期に始まった。昭和初期にピークを迎え学校騒動慢性化時代と呼ばれた。学校側教職員内部の対立にさらに学生生徒児童を巻き込んだ事例も含める。ありがとうございます。